株式会社カリタは、神奈川県横浜市神奈川区に本社を置くコーヒー機器、総合メーカー。自社ブランド製品の製造販売のほか、日本国外製品の輸入業務も手掛ける。同業で社名の似たメリタ社とは、無関係。1958年、木村コーヒー店の関連会社である、木村産業に勤務していた糸満盛協が、東京日本橋で有限会社カリタを創業。 喫茶店ブームに乗って業務用コーヒー機器で業績を伸ばす。名古屋、大阪、札幌等への支社、営業所開設に従い、家庭用コーヒー機器販売にも参入。1980年代からは欧米の高級コーヒー機器の輸入業務を開始。2019年に創立60周年に迎えて、そして2020年に発売予定の新商品。 電気ケトルケドップマイナス600がグッドデザイン賞を受賞した。環境志向を先取りした形の家庭用無氷白ペーパーフィルターは同社がいち早く開発したとされる代表的製品であるダイヤコーヒーミル。手動式、中鉄製。株式会社カリタが自ら開発したコーヒードリッパーと専用コーヒーフィルター。ドリッパーの底面にある3つ穴の構造が 仮足式と呼ばれている。この商品シリーズには、ハサミ焼き、ツバメシの金属加工、ナルミ製刀のメーカーと協力して作り出した製品も、ある。ありがとうございます。